今日は、ランチボックス、ランチボックスジュニアか、ワイルドミニオンクシリーズのランチボックスジュニア、これを作っていこうと思います。タイヤがでっかいやつですね。なのでスピードよりはパワー重視。こういうのもいいですよね。かっこいい。タイヤでっかい。めっちゃでっかい。さあ作っていきましょう。まずはシールか。シール、これか。8番。あー破れた。うわー、なんで。ショック。なんなんだよ。
よし、それでは電池を入れてみようと思います。Amazon で購入しました。ミニ四駆用充電池。ネオチャンプ。これ充電器。もう、充電器はセットのやつも一応買ってます。なので、電池は、このセットじゃないやつ2本プラス、あと4本あります。これです。一応今からミニ四駆とか結構走らせるかなと思って買っておきました。これはフル充電なのかな？もう入ってるのかな？あ、違う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 。よし、オッケー。行くかな？おお、ちょっと待ってよ。お、いいね。あ、いいね。出てきた。おお、落ちた。よし。超短いコースですけど、もうここしか場所がないので、行きます。ああ、おー、かっこいい、かっこいい。あ、ウィリーいける。これでいけるのか。あ、どうしても先生だ。ああ。待ってよ。激しいね。かっこいいね。ランチボックス。ちょっと待ってよ。それでは、ちょっと角度をつけた。これぐらいならいけるだろう。いってみます。ああ、全然楽勝。あ、全然楽勝だわ。さらに角度をつけました。さすがにこれは厳しいか。どう？おお、いった。もうこれにしました。なんか物がないので、ちょっとここをグッと押し込んで、これでいけるかどうか。頑張れ、ランチボックス。ああ、おお、いった。嘘、すごいな。行くんだ。ちょっと待って、もうちょっと。これは？いきます。頑張れよ。Let's go! あー、やっぱダメか。いやー、ダメだな、やっぱ。いたたたた。これぐらいだな。いってらっしゃい。ランチボックス。おお すごいね。これ思った以上に、この急な坂上がってきました。なかなかパワフルで面白いです。ちょっとまた時間があるときは、今度は公園とかで、走らせてみたいと思います。それでは、おやすみなさい。